マジで下手こいた。うちの嫁さんに、3年前までは趣味は料理です。というくらい作るのが好きで、確かにうまい飯をよく作ってた。それがある時から、まずい上に生ゴミみたいな見た目の食い物と呼ぶことに抵抗感すらあるような代物を作るようになったんだ。俺がこれを食えってのか？これがうまいと感じるなら病院へ行こう。と言っても、嫁さんはしらーっとした顔っていうのかな。ふーん、みたいな態度で流してばっか。んで、昨日も、ゲロ、まず料理が出てきたから、ぼそっと、はあ、また生ゴミかよと言うと、リビングでテレビを見てた娘が持ってたリモコンをテーブルにバーン。と叩きつけて、いい加減気づけよ。それだよそれ。ママが変な料理をパパに作ってる理由。パパがママのいないところで、ばあちゃん、俺母に、嫁の飯は生ゴミみたいなのばっかなんだよ。って嘘言ってたでしょ。ばあちゃん、わざわざ、うちに、それ言いに来たんだからね。何度も何度も息子が愚痴ってた。嫁なら、人間の料理くらい覚えなさい。で、だから、ママ、今まで作ってたのが生ゴミなら、きっと、逆に、私が生ゴミに思えるような料理が、パパにとっての美味しい料理なんだね。って作るようになったんだよ。全部パパのせい。なのにママに文句言うな。と怒鳴って部屋に行った。ちょっと調子に乗って言ったセリフが、嫁さんの耳に入ってるとは思わなかった。やばい。